やっと起きてくれた。おはよう。今日から大学でしょ？初日から遅刻しちゃうわよ。大きなあくび。昨日夜遅くまでシラバスとにらめっこしてたものね。そうね、潮凪学園じゃ2年も3年もあなたと一緒だったし、一人で受けるのはちょっぴり寂しいわ。会えない時間分、あなたへの思いを貯めていっぱい甘えることにするわ。独奏、室内楽、アンサンブル、ソルフェージュ、ピアノ演奏法、合唱、和声法、音楽理論、音楽史。レッスンはシーレ先生を受ける予定よ。それが目的でこの大学に入ったんだもの。それに先生、あなたが思ってるほど、おかしくもエッチでもないわよ。キャバクラ？
くら。ずいぶん先生と仲良くなったのね。いいことね。でも少しは行ってみたかったんでしょ。書いてあるわよ、ここに。怒らないから行ってみて。あなたのことならよくわかるわ。そこで問題です。私は今何を考えてるでしょう。一緒に住み始めたんだし、前より長めで、あなたの思いがいっぱい伝わってくるのがいいわ。行ってきますのキスはまた別だもの。それに、あなたとのキスなら、いくらしてもしたりないわ。私も行ってきます。テーブルの上に置いておいたお弁当、ちゃんと持った？講義が終わったら連絡お願いね。行きましょう。9時までよ。ありがとう。待ってるわね。二人ともおはよう。おはようございます。息ぴったり。おしどりカップルね。今日から大学生ね。頑張ってね。行ってらっしゃい。行ってきます。Thank you.
今朝、大家さんが庭を掃除してたから、手伝ったら、お礼にっていただいたの。掘ってきたばかりで、生でも食べられるんですって。あ、でしょ？実は私もさっき試しに食べてみたの。野菜を生で食べてるのと同じだものね。茹でた方が柔らかくなって甘みも出るわ。お口直しに。あとは朝ごはんにしましょう。お茶碗にご飯よそうからテーブルまで持って行ってくれる？なんとか今日中には片付きそうだ。今回はマジで焦った。ヒロ、コーヒーをくれ。お、なんだ、もう入れてたのか。おお、お前も少しは建築士の志が身についてきたか。とはいえ、まだまだひよっこだがな。あっち。ん？クライアントか？はい、東森夫建築事務所です。ん？おお、なるほどな。たくあいつは。ええぞ、入ってきなさい。あの、失礼します。どうしてもこうしてもないだろう。お前のために来たんだ。お弁当持っていくの忘れてたでしょ。はい。愛妻弁当を忘れるとは、男の風上にも置けんな。さっき褒めてやったのも帳消しだ。大きくマイナス評価だぞ。あの、お弁当は私が勝手に持ってきただけなので、
彼は何も悪くありませんから、評価は。いい嫁さんを持ったもんだな。いつ日の立夏にしてもらえるんだろうな。日の立夏って、もう婚約指輪くらいもらったのかい？それも まだです。ひどいわね、女がこれほど尽くしてるのに。いえ、その私は彼と一緒に住めてるだけでも今はすごく幸せですので。だってそれで日野くんはいつ彼女と結婚するの？おお！もうこんなところで。嬉しいけど恥ずかしい。おい、いつまでも喋ってたら減給にするぞ。適当に切り上げて仕事に戻れ。はーい。立花ちゃんはこれから用事あるか？なければ茶を入れるから、こいつの仕事する姿見ていかないか？まさか弁当届けてもらっただけで返すつもりか？なんて冷たい。俺はそんな奴を雇った覚えはないぞ。それでも仕事ぶりを確認することはできるだろう。将来の奥さんには非常に有用性のある情報だと思うがな。どうだ、リッカちゃん。少し後にレッスンが入ってるんですが、それまででしたらぜひ彼の働く姿見てみたいです。もう一つ入れてくれ。次はこの案件か。あれ、そういや資料どこやったかな。おう、助かる。よろしく。日野くん、こっちの書類の整理お願いしていい？今日の18時めどでお願い。うん、楽しいわよ。それにかっこいい。働く男ってのは、それがどんな仕事でもかっこいいもんだ。特に自分の惚れてる男ならなおさらな。んで、将来の旦那にするには問題ないか？はい、安泰かと。安泰だそうだ、旦那。よし、その意気だ。あいつが立花ちゃんをコントロールしてるかと思ってたが、お互いにうまくコントロールし合えてるってことか。なかなか面白いな。
もうこんな時間だったのね。すぐに夕飯の準備するわね。大丈夫よ。さっきも少し休憩してたもの。あれはコンクールには関係ない曲よ。気分転換にね。知らないはずよ。タイトルもまだないわ。あれは私が作った曲だもの。いつまで経っても未完成のままだけど。ひとまず形にはね。でも私が納得できてないの。曲を作ってみようと思ったきっかけは、お母さんの思いのかけら。あの曲にはまっすぐな思いと温かい気持ちが詰まってる。多くの人に親しまれてるのは、曲を通して、そういうのが自然と伝わるからよ。学生の時の私も、きっと何かを伝えたかったんだと思うわ。私自身にもわからない何かを、誰かに知ってほしかったんだと思う。そんな時に出会ったのが、あなただった。あなたと出会ってから、私とこの曲も大きく変わっていったわ。漠然とした何かは、生まれ変わって、はっきりとした言葉になっていったの。この曲は、生まれ変わった私の歴史。あなたたちとの思い出の積み重ねね。少しずついいものに変化していってるの。あなたにご飯作ってあげるの、私の楽しみなのに。じゃあ、お願いするわね。ありがとう。あれ？こんなとこで何してんの？私はあんま久しぶりって感じしないわね。リッカとはたまに会って、あんたのことをよく聞かされてるからね。ほとんどが砂糖を吐きそうなのろけ話よ。うまくいってるみたいじゃない。で、あんたはなんかないわけ？リッカへの不満とか。
あるの？ああ、はいはい、ごちそうさま。じゃあ私も行くわね。これからバイトあるの。リッカの家じゃなくてあんたたちの家でしょ。分かってるわよ。じゃあね。朝よ、起きて。早めに準備しようって言ってたじゃない。私が手伝いたかっただけよ。心配しなくても大助かりよ。食器の後片付けとか、お風呂掃除とか、買い物の荷物持ちとか、ゴミ出しとか、最近はご飯も作ってくれるし、他にもいろいろ手伝おうとしてくれるでしょ。から仕事は私じゃできない部分があるから、一人の時は大変だったの。このオープンラックだってあなたが作ってくれたし。ありがとう。私は本当にほんの少し手伝っただけじゃない。ほとんどあなたでしょ。このチーズタルトだって私に内緒で作ってくれたのよね。
誰か来たみたいね。うん、お願い。へえ、なかなか綺麗なところじゃない。部屋だって思ってたよりずっと広いし、よくこんな物件見つけたわね。お邪魔します。いらっしゃい、夏希、マリカ。それがね、聞いてよ、マリカってばね、玄関の前でオロオロ行ったり来たりしてたのよ。わあ、言わないでほしいな。よ、元気にしてるみたいだな。遅くなって申し訳ありません。リッカさん、お誕生日おめでとうございます。ここがリョウとリツの部屋。甘い匂いがする。途中で差し入れ買ってきたよ。じゃーん、シャンパン風炭酸飲料。ごめんごめん、なんだか言い出しにくくってさ。うん、またみんなに会いたかったしね。それに美味しいご飯が食べられるって聞いて。早く食べさせろ。こんにちは。お久しぶりです、兄さん。急遽空きができたので、急いで飛行機に飛び乗ってきちゃいました。やっぱり電話でおめでとうより、直接お姉ちゃんに言いたかったですし。将来、私の兄さんになる人ですから。それともお姉ちゃんは遊び？じゃあいいじゃないですか、兄さんで。私、お兄ちゃん欲しかったんです。お邪魔しますね。お姉ちゃん、お誕生日おめでとう。おやすみなさい、お姉ちゃん、兄さん。すごく楽しい誕生日になったわ。ありがとう。ハマコン、お姉ちゃんなら絶対にいい成績残せるよ。ふん、精一杯やってみるわ。待っててね、めぐる。うん、また来るね。兄さんもお姉ちゃんと一緒にこっちに遊びに来てくださいね。大学生になって、あなたと同棲するようになって変わったと思ったけど、案外同じなのかもしれないわね。
ありがとう。何かしら、開けてもいい？バカ変態、もう知らない。今度は何？エッチなおもちゃ？前に通販でピンクの卵みたいなの買ったばかりでしに見てもらいたいわ。少しここで待っててね。どうかしら。あなたに服プレゼントしてもらっちゃった。大切にするわね。その着てエッチしてみる。これはダメ、シワになっちゃうもの。デートとか特別な日に着たいの。そうじゃなくてね、そっちのエッチな下着、私に着せたくて買ってきたんでしょ。しましょう。エッチな下着で、エッチ。